GP2X Wiz は韓国のゲームパークホールディングズが開発したオープンソースの Linux ベースの携帯型ゲーム機兼メディアプレイヤー。同社の GP2X の後継機である。2008年8月26日、ゲームパークは Wiz と名付けた新たな携帯型ゲーム機をリリースする計画を発表した。この発表と同時に スペックの詳細を掲載したパンフレットもリリースされた。このパンフレットによれば、毎月新作ゲームをリリースすることになっている。GP2X では、商用ゲームはあまり発売されず、この点では大きく異なる。しかし、Wiz でもオープンソースのシステムであるということが一番の売り文句になっており、自家製のゲームやエミュレータの開発が可能である。 2008年9月2日、g p 2 x ウィズのボタン配置が変更され、右側の十字ボタンが普通の4つのボタンになると報じられた。このデザイン変更により発売が2008年11月に延期となった。2009年4月の最終週頃、ゲーンパークは g p 2 x ウィズの評価機を出荷した。これが出荷前の最終的なハードウェアのリビジョンになると、 思われた。g p 2 x ウィズを販売する予定の小売業者は、当初2008年10月8日に出荷する計画だとしていた。2009年5月には、小売価格を179.99ドルとした。最終的に出荷が開始されたのは2009年5月13日で、ある。g p 2 x ウィズ向けに計画されているアクセサリーとしては、アクセサリーキット。 スクリーンプロテクタ、本川ケースがある。2009年2月、韓国大統領のリア・キヒロは、韓国でも任天堂 d s のようなゲーム機を開発する必要があると述べた。この発言から、任天堂 d s と大統領の名をもじって、マインテンドメガバイトというパロディが生まれた。GP2X に比べると一回り小さくなっている。また、 内蔵フラッシュメモリが大きく、ゲームをその中に格納できる。OLED スクリーンは、液晶よりも反応が素早く、かつ明るくて、視野角も広い。GP2X Wiz は、何度フラッシュメモリ上に、以下のゲームをプリインストールして出荷されている。ありがとうございます。